ホテルアルファワンは株式会社ホテルアルファワン事業本社が運営している全国展開しているビジネスホテルチェーンホテルアルファワンやホテルアルファマイナス1など掲載される媒体によっては表記に揺れや混ぜ書きが生じることがある東北地方から九州地方にかけホテルアルファワンの名称で各県の地方都市を中心に出展しているチェックイン後 領収書とともに手帳を模した会員証の α-1 パスポートが配布される。パスポートのように赤を基調とした表紙となっている。パスポート内には個人情報を記載するページがあり、次回以降のチェックイン時に提示すれば手続きを簡略化することができる。領収書の隅にはサービスマークが一つ描かれており、これを切り取ってパスポート内の所定の表に貼り付けていくと、 枚数に応じたキャッシュバックを受けられる。マークは最大20枚貼ることができ、20枚集めると次回の宿泊時に全額が返金される。有効期限は設けられていないが、紛失時やキャッシュバックを一度でも使用するとそのパスポートは失効となる。なお、富山駅前と富山荒城ではこれとは別に独自の メンバーズカードが発行されており、パスポートは使用できない。互換性もないため、注意が必要。2012年5月7日、アルファマイナス1ポイントカードサービス開始。オフィシャルサイト、電話予約は5ポイント、その他の予約は2ポイントが加算される。サービスマークは1枚、イコール5ポイントとして、ポイントカードへ移行できる。 キャッシュバック率は20ポイント10%、40ポイント30%、60ポイント50%、80ポイント70%、100ポイント100%。ポイントカードの有効期限は最終利用日から2年間。なお、α-1 パスポートと同様、富山駅前と富山荒町ではポイントカードは使用できない。ありがとうございます。